はいこんばんはレディオエクスペリエンスですえっ、ー、と第 15?、うん、15回ですね収録日がちょっと前後してちょっと空いちゃったんですけど、うん、はい久しぶりにやります、えっと、第1と向え二夫夫です、はい、今週というかもうあれかな2週ぐらい経ったの1週半ぐらい空いたの1週半だよね先週の水曜だったからだよね何したかなえっ、ー、とあれだあのこれ話した大脱出の話した 大脱結局してないのかあれです、ねうん、スタローンとシュワちゃんがいい感じになる映画ですエクスペンダブルズで、ね、共演してその後あれかな,なんかね映画の印象としてはスタローンの映画だねスタローンの映画にお客さんでシュワちゃんが出てるからあ,あそういう感じなんだゲストじゃないんだけど同じぐらいの尺で出てて これがね俺たち世代にはもう夢なわけよ。要は、ライバルだったから。まあ、そうだよね。で、これ結構複雑な関係で、うん、要は、スタローンはもう映画オタクのバカなわけよ。うんうん、いわゆる80年代から大好きな映画を作り続けて、うん、30歳までほぼ売れなくて、うんうん、で初めて脚本が全部要は出れないから、うん、全部自分で作ったロッキーで売れたわけよ。あそかそかそか で、苦労してるわけすごい。うん、いや30まで売れてないから、おうで、シアちゃんは逆にあの20代でいわゆるボディービルのチャンピオンになって、な、うん、りもの入りで映画に入ってきたわけ。だから、なんつうのかな、同じジャンルの映画に出てるんだけど、うん、立場が全然違くて、スタローンからすれば、なんだ、あの筋肉バーカと思ってるし。<laughs> はい シュワちゃんがすれば要はスタローンって後半どんどん筋肉ついてくれるのシュワちゃんがすればあんな大したことえよ筋肉みたいあいつ別に体大したことねえな滑舌悪いしつってお前もなまってんじゃんそういう二人だから結構だからなんかずっとライバル関係にあってどっちかさえかなどっちかがコメディーをやると次片方もコメディーやったりとかあれだよジングルオールザ・ウェイとかいわゆるシュワちゃんが行った時はスタローンもやってて結局 ファンからしたら、あの、おどけたスタローなんて見たくないし、で、あの、妊娠するシュワちゃんも別に見たくないわけじゃん。<laughs> 確かに <laughs>。あれ、今考えて超斬新だっなかなかね。うん、男が妊娠するっていう設定がやばくねっていうしかもシュワちゃんがそう。<laughs> そう、そういう考えると、あの映画すごいんだけど、そういう映画ばっかやってたっけ、お互いに。で、どうなったかって、お互い売れなくなっちゃったっていうか、お互いちょっと下火になっちゃったっけそうだね。でもまあ、スタローンはずっと映画に出てたから、うん 逆に言うとあの人はすごいのが80年代90年代2000年で、うん、必ず映画のナンバーワンを一応撮ってるんだよね。<ー>要は90年代前半で一応ロッキーとかで撮ってるし、うん、80年代はロッキーで一番撮ってるし、うん、2000年はランボーとか要はロッキーファイナルで撮ってるしいっていう一応だから売り上げが,が落ちてるんだけどまあだからアクション映画の人ってやっぱ変な映画にいっぱい出るじゃん。あのコブラとかさ。<laughs> コブラってでもゴリラって放題らしいけどあそうなんだなんかそういうことをばっかやってるから結局だからシュワちゃんは市長選知事選に出ていなくなっちゃったしスタローンもしばらいなくなってたんだけど最近要はエクスペンダブルズとかまあだからスタローンが多分復活したんだよどっちかっていうとねロッキー・ザ・ファイナルランド4で完全にまた第2の全盛期が来てて。 でエクスペンダブルズで要はみんな呼んでやってー、うん、で,でさらにシュワちゃんの出番増えてっていうあれこれ,あれだよ今考えると面白いのがワンの時さシュワちゃん出てたんだけど、うん、あいつ大統領になろうとしてるらしいぜっていうのがネタだったわけで当時は本当にそうなるかもねって言われてたんだけど、うん、ああいあの隠し子騒動で完全になくなっちゃったから政府のおばちゃんってやってたっていうあれのせいで完全に要は政治家のうが立たれちゃって、うんうん で2は普通に出てたでもあの1と2って間1年半ぐらいだから <うん S 1> それぐらいでもうネタじゃなくなっちゃったっていう, <laughs> <laughs> うわわ大変だね <laughs> っていう感じなんだけどそうだからそういう感じで要はお互い要はなんだろうね、第2のスタート的なものだからなんだけどやっぱり映画作家としてやっぱスターローンの方が全然上で要はシュワちゃんは映画作らないからま自分でねそうだねだから今回スターローンの映画にシュワちゃんが出てきたっていう感じで。 まあ簡単にもうタイトル通り脱獄者なんだけどこれね日本の CM がよくなくてどこに捕まってるかっていうのは結構序盤のテーマなのどこの刑務所に捕まってるかみたいなそれから日本の CM 思いっきり出てる思いっきり映っちゃってるしてか下手すらポスターにも書いてあるっていう俺あれね知らないで見たの知らないで見たから超上がったんだけど家帰って CM 見たらあこれ言ってたんだっていう。 あ、そういう感じなんだあれ、ね、ダメだよ言っちゃってあ、そそうう、なんだそうだって最初の序盤はこれはどこに俺ら閉じ込められてるんだっていうので話を引っ張るのに、うん、それ、うん、CM 見てたら知ってん、うん、全然バレバレだよねあいつらなんかなんかねんか <laughs> 俺 CM で見て知ってる <laughs> あいつはいつまでなんか探してんのみた、うん、いううな話であれはだから CM でやっちゃダメだよねへ、えーそうそういわゆる脱出のでまあちょっとね、うん、ツッコミどころも多いんだけど、うん まあ、二人がいるからいいじゃん。まあね、まあね。お前、細かいこと気にすんだで多分、思ったのが、細かいこと気にすると、スタローンとシワちゃんっていう関係がブレるんだよね。うん。要は、そこの突っ込みどころをやろうと思うと、結構、せこせこした話になっちゃうから、脱力。あ、まあまあ、そっかそっかそっか。で、あの壁にこう穴を開けて。そうだよね。あの茶碗のこう、角でみたいな話になっちゃうから。そうすると、あの二人が出てるようはね。まあ、そうだね。ネーム感が落ちちゃうから。うん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 。結構大雑把なんだけど。うんうん。 まあでもやっ見せどころはちゃんとあって、うん、シュワちゃんだとまああれだよねスローモーションからのマシンガン、<laughs> マシンガン受けのスローモーションでみたいな <laughs>。とか、まあスタローンもこう相手が投げた銃を受け取りの<あ>みたいな、それなんか見せ場が全部あって、うん、もうなんか俺的にはもう、ななんかなんかだろう,ねもうあいい、いいデート、<laughs> いいデートっていう <laughs>、いい付き合い方してるだっていう <laughs>、本当にシュワちゃんがあ、まあ、スタローンの映画出るなら、じゃあ俺もちょっとスタローンみたいなことしてやるよみたいなうんうん、うん。 映画の特徴としてスタローンって分かると思うんだけど毎回ボコボコにされるんだよね、一回。一回やられてからやり返すじゃん。シュワちゃんってずっと強いの。セガールはもっと強いんだけどセガールはもう無傷なんだけどシュワちゃんはそっち系なんだけど今回ちょっとやられて見せるみたいなころあっか結構、本当にら世代せない量でたまらないしツッコミどころ多いんだけど普通に見たら楽しめるよっていう。 映画だからねぜひおすすめですよ、うん、こういう映画最近少ないからまあそうだねあとあれだね打足だとねフィフティーセントが出てて筋肉バカじゃんあい,つ、うん、あいつねあいつねんか超インテリ役で出ててんかスタローンの働いてる会社のインテリ担当みたいな,そうなネット担当みたいな出てんだけど、うん、お前バカだろ <laughs> お前制役じゃねえだろっていう。 なんか最初、その中に出てくる囚人の役で多分キャスティングされたらしいんだけど、<ー>スタローンがなんかそれだとまんまだからちょっと変える。あ、なるほどね。変えたらしいんだけど、なんか要はどういう話かっていうと、スタローンが脱獄屋っていうか、うん、その刑務所自体のセキュリティレベルを測るために、うん、わざと刑務所に捕まる形で脱出するのよ、うん、そこから脱獄して、うんうんで。脱獄した時に、この刑務所のレベルはどれぐらいだよって査定する人なの。で、査定する人で、 で新しい刑務所にいろいろ来て、うん、CIAFBI かなんかの依頼が来てうん、うん、受けに行くんだけどはめられちゃって、うん、こいつを一生出さないってなっちゃって<ー>ではそいつの主人公が一緒いるってことは、うん、この刑務所最高なんだみたいなああなるほどなるほどっていうんだけどなんかまあそこの説得にちょっとむつ込みとかあるんだけど <laughs> そ,れそ,れそれおかしくねっていうの結構言ったんだけどそう,そういうのがあって、うん、そこからできててその入った刑務所にシュワちゃんがいるっていう話なんだけどいやーね本当に いい感じよあ<ー>、うん、まあでも思ったのはスタローはまだまだ抜けるけど、うん、シュアちゃんもうそろそろ脱がないんだなっていうあ<ー>まあ去年見たラストスタンドでもシュアちゃんはもう脱がなくなったから、うん、やっぱねちゃんとプロレスもするしあのブレーンバスターとかするしブレーンバスターってねあの片方が上がらないと上がれない,いな<ー>そういうのをやってなんかこう強力感あなるほどねえん罪蹴りが実は何も聞いてない,いな <laughs> 話だから いやでもかなり面白かった。うん。なんだろう、なんか、ポップコーンが美味しい映画でした。あ、はいはいはい。<laughs> ポップコーンが進む映画。あー、楽しいな。安心しながら。手叩いて笑え<笑><笑>最,後最後の最後のオチもなんか、えってなるんだけど、あそこもまあ、ある意味最高かなぐらい。あと、なんだろうね、今週だと,あと、ああ、あれだ。さっき一緒に見て、グラミー賞、ね。あ、そうだね。まあ、僕たちがですね、あれですよ、散々言ってた、ナインとクイーンズのコラボが、うんうん、グラミーで結果見れた、ね。そうだね、見れたね。 まあ CM 入ったけどね。あれね残念だあれひどいね。デルタ航空の CM ソング。マイゴッドイズアさんがデルタ航空の CM ソングに。CM ソングに。すげえかっこよかったけど。若干合ってるかあた若干合ってるかそうそうそう。あれはね、なんかいわゆるアメリカだなって感じのね。うん。ああいうとこでは CM 入れちゃうのちょっとアメリカだし。ああ、そうだね。知ってるあのアイスホッケーの試合で、PK 戦かなんかになって最後。うん。 いわゆるそういう時になった時に、うん、CM 入るから打つの待たせたっていう話があんだけどカナダかななんかのオリンピックかな、うん、ソルトレイクかな,なんかそういう時に、ねうん、アイスッの決勝で PK 戦になって今 CM 入ってっから待てみたいなことがあったって言われてるからやっぱアメリカっぽいなっていうのはそういうとこなんだけど。 まあでもパフォーマンスも豪華だったし、ねね、ダフトバンクとかはもう完全にいわゆるもうおじさんたち、ねうん、よだれもんというかこれが嫌いな人はいないでしょう、本格派でみたいな話でまあだからね受賞している感じとか見るとやっぱダフトバンクが取ったら結局、やっぱ EDM のカウンターで正直、多分グラミー賞に来るような人たちは EDM 嫌いだよ <laughs> <laughs> 俺、正直思ったんだけど、ね、そこのカウンターで来たらそれはダフトバンクあげるでしょうね。うんうん まあだからテクノをやってるダフトバンクはそういうことするってのが逆にもうなんかメタ的な構造になってるわけで、ね、バキバキしたパソコンだけの音楽もいいけど、うん、結局やっぱ楽器のグルーヴじゃねみたいな話、うん、そこかなっていう話だしまあだからねクイーンズとやっぱナインが出たことがすごいしねそうだよねまあだからデイブ・グロールさまさですよ デーブ今年もねベストロックソングショーとか撮ってたしあの人はだって今多分あの世代で一番グラミー持ってるからね多分5個とか6個とか確か持ってる感じだから、うん、毎年取ってんじゃないかなフーファイが必ずなったらほぼバナナなんかねそんな感じするよね今だからグリーンデーとフーファイターズだよね<ー>グラミーに来るロックバンドといえばみたいな でも俺らがね、笑ったら、あの、受賞のスピーチで、デイブが喋ってんのにクリスが急に話し出すっていう。らしさだよね、もう。あそこはもうニルバーナじゃねえかって。まさにね。一瞬でプレイバックしたもんね、ニルバーナがね。MTVR の。サバースとストンズも最高だよ急に喋んじゃねえって。お前段取りを考えたでパッドがずっと隣でニヤニヤしてるって。何見てんのあれもなんかニルバーナ。あれもそうだね。そう、考えたら壇上にいるのが、あ、ニルバーナだっていう。あそこも結構上がると思う。 まああの面白かったのはと思っつた間にデブの格好でみんなスーツでネクタイしてるのに一人だけ黒シャツ一枚 T シャツっていうね。しかも無地ジーパンっていう。あれ多分ライブで出るためになったんだけどお前別に着替えろよって。ジャケット一枚ぐらいに。羽織れ羽織れ。だってダフトバンカーさ最初黒いなんかスーツ着たのにパフォーマンスで真っ白なでそのうの真っ白でいった衣、なん。か衣替えできる。衣装変えろよって。 まあでもトレントはあの明らかになんか会場にいなかった,た <laughs> <laughs> お前ずっと裏にいたぞずっと裏で待ってたからね <laughs> そう,そう女子と、ね、トレンドは確実に会場にいなかったでしょうん、うん、みたいな感じはあるよねまあだからねあれが多分オーストラリアでは見れるんでしょうね,ねそうだよねだから多分クイーンズのねトレンドが参加した曲は100%トレンドが歌うでしょうんうんうま、ん、あそっかそれもあるもんねそうあれ見たいね,ねまあだからクイーンズがいいから日本に来い <laughs> <laughs> ナインチェルスは来るぞ <laughs> ね 本当あ,れだよね、あそこへ来てくれればもうね何も言わないんだけどまあでもクイーンズのツアーに行ってみるともう6月まで入っちゃってるから夏フェス来るのかなって,ってね今なんか噂されてんのだと、うん、あれだよねフジロックブルース・スプリングスティーンが来るんじゃねえか的なブルース・スプリングスティーン今回トム・モレロとやってるじゃんあそっかそっかそっか今回あれだよ今のツアートム・モレロ<あ>ずっとギターそうなんだ全曲弾いてるじゃんとええー でトンボレオやっぱすごいのが、うん、あの人ってもうさ、あの人じゃん。うん、もうあのテクが出た瞬間トンうレんだったけど、えー、しなくてもちゃんとポサ出せるんだなって。<ー>ちゃんと弾いてるしね。なんか、どっか、なんか、ツイッターかなんか言ってたけど、250曲ぐらい覚えなきゃいけない,いなあ、そうかそうか。そう、でもう持ち曲すごいから。うん、で、話をなんかトンボレオがつぶやいてたけど。だか最初ゲストかなって言われてたんだけど、うん、ライブの。 もうフルで正式にそうブルース・スプリンスティンバンドのメンバーとして<ー>あれ結構見てえなてねだから来てくんねえかな普通のギターを弾くトム・モレロパール・ジャムも見てえけどあ,<ー>あそこらへ、ね、んか結構日本に来ないからねえブルース・スプリンスティンとパール・ジャムが多分2台で来ないんで、うん、ああだって毎回ね5万人とかの会場でやるバンドだかまあまあそうだよねそ <laughs> したら夏セス1回かなって気がするんだけどうん、うん、まあ逆にサマソニの方はね アークティックだから反対側はヒップホップになっちゃうんじゃねえかなっていう。俺的にはジャスティン・ティン・バーレイクとかそこらんじゃねえかなって。いういわゆるビヨンセ、JG、イジリアーナの流れみたいなのあるけどね。うん、まあまだね。そうだねフジロックはちょっと値段上がったっていう説があるけど。早割りが出てちょっと高くなってないみたいな。<ー>ってことはギャラがみたいな。なね、ギャラが高い人がってちょっと期待してる。<ー>逆にするけど。 そうだねだからグラミー賞を見てて思ったけどやっぱあれだね生演奏いいねいいねていうか相当リハやるらしいけどちゃ,<ー>ちゃんとあのマイリハもあってその会場リハもちゃんと何日かあってみたいな感じしだし相当コリティ高いし、ね、マイクのセッティングとか半端ないもんね全楽器にちゃんとマイクついてると思うんね。<laughs> まあだから俺思ったのがナイ、うん、員チョクインズはあの一緒にツアーやるついでだったんじゃねえかなってああ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 あでもそうだよねそう,そういうのもある いいややでも毎年ねね面白いねやっぱグラまああのなんだかんだ言って取るとこはあそこなんだなっていうのがあるけど <laughs> 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 まあ言うてしまえば今回カニエは逆にあんまりノミネートされてないっていうか<ー>カニエ結構ね前までは必ずなんかあとね <laughs> グラミーはねカニエ取れないんで実はね、うん、カニエほとんどだからファーストの頃とか確か5部門以上ノミネートされてんのに1個も取れないみたいな、うんうん でカニエ俺グラミー嫌いって言ってたから <laughs> <laughs> あいつは俺呼んどいて撮らせねえって言ってたから <laughs> 今回もなんかあ今回のアルバムはあんまりもはや飲み出されないって感じ<ー> <laughs> まだグラミー受けってやっぱある、ね、まあアカデミー賞でもね理学ガプリオが飲み出されっけど撮れない,いなうまあなか中身内に嫌われるとめんどくせえなって感じで <laughs> じゃああれですかね映画の話しますか、うん、今週は はい、結構対策ですよ。そうだね、もうソーシャルネットワーク、うん、デビッドフィンチャー、うん、もう一応あれですね説明すると、うん、2010年のアメリカ映画で SNS サイトいわゆる Facebook を作ったザッカーバーグの自伝的映画なんですね。どうでした？面白かったね。これ結構長い2時間しっかりあるもんね。あ、そうだね。 もうあれですか、一言面白い面白かった引き込まれるねやっぱねやっぱフィンチャーの映画だからあれなんだよね今回だから分かるの会話劇なんだよねうんそうだねほとんど会話で出だしからね応酬だもんねそうそうそうこれあの言われてたんだけど全員早口じゃんあれ普通のスピードで喋ると4時間かかるらしいんだなるほどねっていう演出でもあるらしいそれぐらいの情報量だからそっかそっかそっかだからいわゆるフィンチャーの前のイメージだと いわゆる映像的な要素を探しちゃうと、うん、多分会話劇に乗れないから乗れない映画なのかなと思ったけど,どうですか好きなシーンとか好きなシーン好きなシーンっていうか好きなキャラクター的な,なんかこうなんかまあショーン・パーカーはちょっと面白かったっていうかう <laughs> ジャスティン・デ、うん、ィバッ・バレイクあの山うこかそうそうそううわ調子いないなっていう 常になんかリズムが流れてるもんね体の中でしゃれなあそうあれはねナップスターを作ったけど実際ねもっとオタクっぽいなんか俺も実際画像見たら全然ちげえじゃんみたいなそうそうあれはねもうなんかジャスティティ・バリクだかできるやっていうメタリカと裁判してた人ああそう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 まあだからあれなんだよね実はこれ自伝っていう売り込みだったんだけど実はこれザッカーバーグに依頼 その協力要請をしたらすごいコントロールしてきてその作品についてここのセリフは嫌だとかこ,この演出嫌だとか、ね、すごい言ってきてデ、うん、フィント・リーチャーが諦めたのね実はねですぐその自伝的小説からで作ったって原作になってんだけど、うん、なんだけど<ー>すごいこう少ない枚数の台本脚本しかなくて、うん、そっから作ったって話があるんだけど<ー>だから要は言れてしまえば ノンフィクションって思ってる人いると思うけど実は結構フィクションな映画であとあれだよね脚本のアラン・ソーキンって人いるんだけど実はこういうのがすごい得意な人でだから最近のマネーボールあれも自伝なんだけど自伝っていうか実はで、マネーボールってもの自体が実はビジネス書なのいわゆる野球のマネーボール理論を語っただけの本いわゆる参考書みたいなそこを映画にしたるほどね。 で確かこれももともと確かドキュメンタリーにする予定だったのが、うん、変わって劇映画になったんだけど、うん、これでもやっぱアラン・ソッキン脚本書いてて、うん、やっぱちょっと嘘があるっていうかでもおかげですごい面白くなってるのはこれも一緒なんだけどあとまあ「ニュースルーム」ってこの前ドラマやってたんだけど、うん、あれもアラン・ソッキンがやってて、うん、要は「ニュースは実話」なのよ、うん、当時の。 ニュースは実は実んだけどその間間になれる人間ドラマはフィクションあなるほどすごいねごフィクションとそのリアリティのこのバランスがすごい取れてて今回もそうだから要はもうじゃあしょうがねえからフィクションで作るうん、うん、まあだからフィクションの一番こう地味なところで言うとうん、うん、あのあれだよねあのザッカーバーグがさ親友とこう中国系の女の子とこう遊ぶシーンっていうかいわゆる童貞喪失するみたいな。うんうん シーンがあるんだけどあれで途中でさ一人消えちゃうっていうか二人彼女がいて一、うん、人すぐ消えちゃうじゃん,うん、うん、あの一人消えちゃう女の子が実はザッカーバーグの本当の彼女って <laughs> ああそうなんだ <laughs> だからあのもう映画通して童貞のように描かれるけど実は彼女いて、うん、ああなるほどねザッカーバーグ今結婚してるかの実はそれも映画に出てて <laughs> ああそうなんだ <laughs> だから最初にだからやってるのは事実ああ<ー> <laughs> すぐいなくなっちゃうのは役者じゃないからあなるほどね あと、だから、その、フェイスブックの話だって言ってるんだけど、実はやっぱ、デビッド・フィンチャーもインタビューで言ってて、これ、トレントも言ってるんだけど、フェイスブックの話じゃない。はっきり言って。これは別にフェイスブックを作ったやつでもいいし、靴職人でもいいっていうのは、これ、音楽やってるトレント・レーナーも言ってて、だから、描きたいのはもうフェイスブックじゃないんだよ、最初から。で、これ、 フィンチャーとか演者もフェイスブックやったらしいんだけどてすぐやめちゃったとかよくわかんねえやつってそこを問題にする人もいるけどだからフェイスブックの話は最初からないわけだからそういうところで見ちゃうとちょっと視野が狭まっちゃうっていうかってかフェイスブックの話ほぼないでしょ何人達成したとかあるけどいわゆる表面的なことだけでシステムがどうとかさあんまり話さないでしょ そそれこそ最初のフェイススマッシュのフェイススマッシュで表計算とかをこう窓にかくってアうゴリズムそうそうそうあれ超いいシーンだけど、うん、あの音楽とかも超こう上がるっていうなんかこう作ってるかっていう,うん、うん、ああいうシーンはあるけどやっぱフェイスオクとあんま関係ないっていうん、うん、そこはないしだからああだからこれね俺と劇場公開当時、うん、パンフレットになんかミクシーの人たちのインタビューが載ってて。 作ったクきをった話じない、そういうことじゃない、パンフレット作ったやつに見たいなそういうことじゃない、の見てから作ったのかな、当に。そに。あと、この映画の説明で一番分かりやすいのは、CM が流れてて、当時、レディオヘッドのクリープが合唱版で流れるだったじゃん。あれが、あの歌詞がそのまま映画なんだよ、あの映画。 あなたがすごい特別です敵なんだけど俺キモいからさって歌じゃうんあれ、うんね、でも俺キモいけどやっぱり君がことがっていう俺もっと頑張るよみたいなオタクの歌なんだけどよ、うん、そか,そか,そか。ってかもう CM で実は全部説明してるから、ね、あれすごいよくできてよん、うん、公開前の CM で実は歌の歌詞で全部映画の内容を説明してるっていうあれすごいよくできた CM なんだけどうん、うん 元になってるって言われてるのが、うんあの「市民敬遠」っていう昔のオーソン・ウェルズの映画でそれも要は新聞王かないわゆるメディア王が主人公みたいな話で、うん、あと,、まあ、あと最近、リメイクされた代が「華麗なるギャツビー」とかいわゆるなんだろうね成り上がり映画というはこはい,はい、はい、でこれの映画の特徴はやっぱ成功したけど愛は得られなかったとか、うん、いわゆる天才の孤独とかうん、うん、成功者の孤独的な映画だけど でまあ、これフィンチャーがもうインタビューで現代の市民権をやるんだよみたいなのを言ってるからそこなんだけどうん、うん、でこれ市民権との共通点は、うん、あの市民権って史上最高の映画って言われてるんだけど、うん、アカデミー賞を取れなかったの、うん、でソーシャルネットワークもアカデミー賞を取れなかったっ,、うん、っていうのも共通点としたんだけど,ど,どでそれの理由だと、まあ、あれで映画の話をする中の話をすると、うん 主人公にに感情にできないいいっていうってあ、まあ、確かにね、うん、こいつ何考えてんだろうっていうのがやっぱ描かれてるからうん、うん、やっぱさ映画ってやっぱどっかに乗らなきゃいけないどっかに感情移入すると見やすくなるっていうか、うん、なんだろう感動もするしいろいろな感情的に見れるわけじゃんでも主人公に乗れないってある意味結構致命的なところにするわけでちょっと置いちゃうじゃん距離をあとこの主人公が乗れないっていう部分で言われてんのが、うん あの主人公が実はこうアスペルガー症候群なんじゃねえかみたいな<ー>これなんか心理精神科医の人がなんかで評論で書いてるらしいんだけど主人公が実はアスペルガーとして描かれてるみたいなあだからあれだよね冒頭の会話シーンで会話シーンとかまさにそうじゃんそうだね話が飛び飛びっていうかねうてかもう何言ってるかわかんないししまいには失礼なこと言うし <laughs> <laughs> あとあれだよあ親友を迎えに行かないあ エドワードを迎えに行かないで怒るじゃん、うんうん、なんで来てくれないって雨で大変だったよって言った時に何にも顔変わらないだでそんなことより見てくれよみたいな感じであれ見たらエドワールドは謝ってほしいんだよだけどザッカーバーグには伝わってないっていう <laughs> あれがまさにそういうシーンだし要は分かるじゃん要は空気を読むみたいなものでそこで行かないしあとビールをさああ 投げるシーンわかる女の子に。で、取れないじゃん。その後、またつけるじゃん。あれがもう。確かにね。まだまだね。学習しろよ要は、キャッチボールしないんだよ要は、受け取らないし、投げるだけなんだよっていうのを、あのシーンで実は全部全ああ、なるほどね。あれはもうまさによくできたシーンなんだけど。えってなるじゃん。なんだろ、う、すごいよくできた会話劇なのに、あそこだけ急にぎくしゃくするっていう。そうそう、だから。で、なんかこう。 言えるのがあの、笑わない。声を出して笑わない。そうだね。と、あともう一つ、あれだよ、謝らない。<laughs> あの、裁判のさ、あそうだねう弁護士喋ってる時も、謝ればいいじゃんみたいな話で謝らないし。うんいうん、そうだね、確かに。で、この観客の目線問題なんだけど、うん、これはなんか言われてるのは、うん、女性弁護士がいる女性弁護士が実は観客の目線なんだと。あ<ー>、まあ。いわゆるザッカーバーグの話を聞きながら、どう思うか。うん っていうああはいはいはい,はい,はい、はい、っていうのが俺らにこう投げかけられてる問題で確かにねそう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 いうことらしくて、うん、あと陪審がだから観客なの結局だから裁判で有罪ですか無罪ですかっていうのを考えるのが観客の役割ということらしいんだよね確かにねそっかそっかそう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 だからあのでもこれ要はデビッド・フィンチャーのあれよくある「うん、俺お前らどう思う?」 うん、俺らは答えを出さねえっていう姿勢じゃファイトクラブとかセブンとかまさにそういうどう思ったお前らみたいな <laughs> ところなんだけど最後にさ、うん、あの女性弁護士の人が「うん、でもあなたゲス野郎じゃないわよね」っていう、うん、あそこが唯一の制作者側のメッセージっていうあ<ー>すごい嫌なやつに見えるかもしれないけど「こいつ嫌なやつじゃないよほん,うん,うん、うん、そうクズじゃないよ」みたいなことを唯一こう実は言ってるっていう。 これ結構珍しいんじゃねえかなって。確かにね。そうだからで、そこでザッカーバーガー何か食べないって言うんだよね。あれって、要は初めて気を使うシーンなのあ、まあそうだね。ーーちょっとあそこでちょっと意外なとこだもんね。そうあそこで結構来るわけよ。うん、あ、こいつやっぱりいいやつじゃないけど、うん、気使えるんだみたいなね。あ、こいつ人間だよやっぱりみたいなとこ。うん、あれ結構すごいいいシーンだね。 あんたゲス野郎じゃないわよね」って言った後に食事、うん、誘ったりするのはやっぱこう脚本家的なメッセージだみたいなねこいつらはこういうとこもあるよみたいな。うんうん、あとまああれだよオープニングとエンディングこう円環構造でつながってるじゃん。 最初こうね、エリカって、結局エリカの話なんだ、うん、最初と最後が。あ、そっか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 。あれはだからファイトクラブの,あの最初銃がこうウィーンってなるシーンが始まって、最後ウィット終わるっていうのが変換構造で、あれはもうデビッド・フィンチャーの特徴なんだけど。なるほどね。でもなんかこれだとなんか市民権もこういう作りらしくて、やっぱかなり意識してるみたいだね。まあだからあれだよ、デビッド・フィンチャーの映画ってやっぱ 既存の概念を変革するお前らが思ってた常識なんて通用しねえんだよじゃないけど俺はそんなこと思わねえよみたいな話だしだからあれだよねだからそれのあとデビュー当時の特徴だとそのそっからさ祭りが起こるじゃん一回世界を変えるぞってまたファイトクラブが一番分かりやすね。こう祭りが起こるんだけど最後結局ちょっとしぼむっていうかんかちょっとビターなドだけど 繋がっていくとことか、まさにもうデビッド・フィンチャーの映画だなっていう。ね、うんうん、話だし。あと、まあ、あれかな、演出的な話だと。まあ、なんといっても、俺がすげえ好きなのは、やっぱオープニング。うん、大学を駆け抜けていくときに、トレントのこう。うん、のある主題歌なんだけど、あれが。かかるの、あそこ結構最高なの。<ー>やっぱ雰囲気がすごい出てるっていうか。 あれなんかメイキング見たら,だからピアノの音色で主人公のそうそうそう感情をあのリバーブのかけ声の距離感を凝ってるんだみたいなあれとかもすごい凝ってるし、ね、ってかよく聞かないとわからないそそそそうそうそう,そうああこはねああれすごいね。だからさ意外となかったってこれ言われてるんだけど、うん、トレントの音楽時代がそうだからもはや俺らと慣れたもんなんだけど、うん、綺麗な旋律の中に何か嫌なものがあるっていはいはいはい、はい だからあのピアノるんああいうのってナインチレーズを知ってる人からすればあ、トレンドだなってなるんだけど意外と今までなかったんじゃねえか映画音楽としては珍しいんじゃないかなメロディーがちゃんとあるっぽいのにちょっとその中で外れた音色になってるみたいないわゆるだからストリングスだけじゃないっていうのがでかいんだけどこれインタビュー読んだらボーっととは実はエアコンの音エアコンの音こうやってイクで取ってそれにこう。 ディレイとかかけてる、えー、メイキングにさ確か入ってたでしょなんかトレントがこうアティカス・ロスト、これ話すやつがれそれでこうなん,なんかスワントーンみたいな,なんか面白い使ってたんだけど、うんうん、ああいうのとか要は結構使ってて<ー>いわゆるだから一般にサントラを作るのとちょっと違う感じなんだけどねあとまあ演出も具体的だとショーン・パーカーが逮捕された時に、うん、こう通報されたっていうじゃない、うん で通報したのは誰かと思ってっていうところでもうだから一番分かるのはちょっとなんかさその前のシーンで、うんうん、一瞬こうザッカーバーグが電話を見るっていうか<ー>横目でこう1回見てパッて切り替わるね、うんうん、だから見てる方からしたらあれこれザッカーバーグがやったんじゃねえの<ー>っていう、ね、<ー>感じになるっていうかあれはもう,もう演出としてすごいよくできてし。そうだね でもその前にちょっとななんか言いい過ぎだろうみたねあれすごいあれとかね何て言うの、ね、絵作りがすごいちゃんとしてて、うん、あとまあもう一個だとそのエドワルドが口座を凍結しるシーンある怒っちゃって、うん、で電話越しで会話がこう進むんだけど、うん、シーンがでエドワルドの部屋でさ恋人がこうハンカチに火つけるみたいなあれは要はその行動自体がザッカーバーグの気持ちなんだよね、うんうん 要は怒りのままにやるとどういうことになるかっていうのは<あ>ザッカーバーグの説明を<あ>実は彼女がやってることに説明してるなるほどだから、うんあの「ザッカーバーグお前なんてことしてくれたんだよ」って「なんてこと」っていうのがあれなんだああなるほどねでもあれは何回か見ないと分かん。あそっかそっか確かにそうだわあとだからパーカーがこう解放されたシーンの、うん、パーカーとザッカーバーグのカット割り分かる右端にいて、うん、左端にこう 右がパーカーで、左がザッカーバーグで入れ替わる。話してて、逮捕された人にシューってって、また入れ替わる。要は、ずっと反対がいるんだよね。あっ、こいつもうだめだっていうのを意識させるっていうか、心が離れちゃったるほどね。要は、映画のスプリン近くじゃん。そこの配置でも描いてて、これとかすげえよくできてるんだけど。要は、そのシーンから、 裁判のシーンっていうかその傍聴のシーンに変わった時にまた反対側にいるとか、うん、あーエドワールドともそういうシーンがあったよ、ね、う,ん、こうよくそういうので言わせてくれててこれとかって多分本当にコメンタリーとか見と分かんないレベルだから、ねうん、だ何だろうねいわゆる心理的にこう,なん,かうなんとなく見るんだけどなんか嫌な感じいやいや知らないうちにそういうふうになってるのかそうそうそうまたあれじゃん あ、こいつダメだって顔するっていうか、うん、こうもうその首にする前も要は離れていてあこいつダメだなっていうシーンでこう、うん、その後こう別れていくるみたいなとか要はこう絵,の絵作りで要は感情を説明するみたいなのものすごいやって、うん、あこれもだから俺もだからかなり DVD みたいなの速攻で何回も見て、うん、コメンタリー見てやっと気づくみたいなとだったら。 あとやっぱあれだよね、セリフで俺が好きなのはね、最初だよね。あんたがモテないのはオタクだからじゃなくてクソ野郎だから。俺もそこちょっと運ん、来た。ああ、そっか、やっぱそうだよな。そういうことだよねっていうね。よくだから、オタクだからモテないとか言ってるけど、そういうことじゃねえよ、お前は。そう、ちょっと俺もあれちょっと確信つかれた気がしたもん。うわっていう前半で言われちゃう。まだあそこのセリフ最悪だからね。お前、ボストン大学で二流だから、お前、勉強しなくていい。そうだよね。なかなか言えませんよ。なかなか言えないよね、あれはね。 だからさっき言ったそのアスペルガーっぽさみたいなあそこ出してんだろうけどあとまああれかな打足的なのだと、うん、あのバイオをみんな使ってて、うん、あの壊すときだけマックって <laughs> 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 あれ確かソニーピクチャーズが確かやってるからなのかなっていうのもあってあーあーそっかそっかそっかでもあの変わったのがその後とドラゴンタトゥーと、うん、今ドラマやっててデビュー天ちゃうかそうなんが「ハウス・オブ・カード」っていう映画やってて あドラマやってんだけど、うん、そこで使われてるの、はなぜか全部マックなんだよ、ね。あ,<ー>あれ、スンサーが変わったみたいな。あ<ー>そうそうそう、そういうのとか。あと、本当に映画と関係ない話だと、うん、ショーンパーカー。やってたジャスミンバレークが。うん、あの、マイスペースって覚えてる。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。フェイスブックの前に流行ってたやつ。うんうん、あれ、今フェイスブックが潰したんだよ。<laughs> ああ、なんか、でも、そんな感じだったよね。完全にみんな乗り移っちゃったみたいな。 あのマイスペースをその後ジャスティン・ティン・バレイクが、うん、あの多分あのソーシャルネットワークの出たギャラで買い替えるっていう、うん。あ、そうなんだ。今だからマイスペースの社長ジャスティン・ティン・バレイク。あ、そうなんだ。<laughs> えぇ、ー、ジャスティン・ティン・バレイク何考えて買ったのかよくわかんないけど。ね、これまだ使えるぞと思っわかんだけど。<laughs> あとだから、俺があとこれ思ったのは、うん これトレントがすげえいいスコアを書いててうはもうぴったりじゃん映画にで俺思ったのが実はこれトレントも、うん、こ主人公の近い状態だったんじゃねえかなってなって<ー>要はあの人がこういわゆる成功してって、うんね、フラジャイルで一回こう崩壊するわけじゃん、うん、で仲間を全部切っちゃうわけ、うん、あの人やってること,と実は一緒なんじゃねえかうそうだね確かに、ね、気持ち乗っちゃったのかねそういわゆるだから天才の孤独なんだよ、うん、まさにこれも それは逆に言うとカートコバーーももそうかもしれないカートは逆にそれに耐えれなかったっていう,んうん、うん、孤独感にも耐えなくてもう嫌だってなっちゃったのかみたいな、ねうん、ちょっと切り切れなかった感があるもんねだから俺あのこの「この映画俺すげえ見てて思うのが、うん、あのその人の立ち位置が分かるんじゃないかなと思ってこの映画の誰に感情移入するかであでもそれはあるよね確かにねあの映画って結局 誰にも乗れないから、うん、すごい中立な目で見せられるから「あ、エドワルドかわいそう」って思うか「ザッカーバーグ嫌なやつ」って思ったりとか「うんうん、でもザッカーバーグいいやつだよな」みたいなこれで結構自分がどういう立ち位置で物事を見るかみたいなところが分かるかなっていうかでう、ねうんね、やっぱ主人公がいいなって思う人は何かを作る人的な、うん、要はこうガッて,って集中しちゃう人は多分主人公の方が多分乗れるだろうしやっぱね 一般的な人は多分絶対エドワルドとかの多分そうだね、うん、なんでこんな聞いたことするのね。なけどあとまあ逆にショーン・パーカーは逆に超リアリストっていうかああそうだねもけないって意味ないしさ快楽主義じゃないけど、うん、気持ちいいのが最高じゃんみたいな人はありだろうし結構だからこの映画見てどう思ったっつうので結構わかるからね,そうだね結構いろんな視点があるからねそ,うそ,うそ,うそれも結局やっぱ中立で描いてくれてるから思うるっことだね あとんだろうな面白いとこはこの映画結構 CG 使われてるんだけどうん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 分かる何が CG? あの俺そうメイキングで見たけど双子でしょうあれやばいねあれねすごいでしょ一人入れて全く違う役者と演じさせて顔だけ変えるっていうだから本編見てる間は何も考えなかったからでもあれってすごいよくできててあの双子の圧迫感って分かるかもう並んできた時のうわんかすげえ嫌な感じなんかね立ちはだかってる感ね あの感じがだからまさにさ滑稽でんか面白いなだからさボートこぐしすげえ変でしょんかボートレースのシーンがあってトレントのさクラシックのコメントでてて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 かこれちょっとさ怪しいんだけどちょっとバカっぽい感じ確かにねあれ実はわざとなんじゃねえかあそこだけんかちょっと毛色変わるもんねんかちょっとコミカルにっていうあれはだからそのあの双子のちょっとバカさっていう そそそうそうそう描いてたりとかやっぱこの映画よくできてるなっていうかあんまり言いたくないけどいい映画っていうか、ね、<laughs> <laughs> よくできてる、うん、ねでもこれをね見て「ザッカーバーグどう思いますか?」っつったら<笑><笑>それはねそうこれはまあ主人公は OK しないわなっていう,うそうだよね, <laughs> ね相当やっぱ隔たりがある人だなっていうのあるし、うん、そうそうだから これ以降ね、まあ、トレントはデビッド・ウィンチャンのように、うん、全てサントラを手掛けるし今度やるゴーンガールってやつのサントラはもう決まってるからまああれだよねトレントってアティカス・ロスの仕事なんだけど。あ なんかメイキング見たら分かんないけどあのミックスアイティーあるんですトレントが結構ぼやーっていろいろやって作ってトレントが作ってあのミックスやる時間があるから俺ちょっと犬の散歩に行って、うん、<laughs> で犬の散歩に行ってないでアイティカソスがしないで、ね、出来上がってるみたいなね <laughs> 何その最高のコンビって面倒 <laughs> くせえとか全部やってくれるみたいな <laughs> そうそうそういうとこだったりとかやっぱいい映画ですよデ、うん、ビッド・ヒンチはねやっぱこういうね何だろうなちゃんとしてるねそうだよね <laughs> こうだから前話したミュージックビデオ出身だからって舐めなめんなよ感じないけど<笑><笑>そうちゃんとしてるなっていうのでね、うん、ありますなとじゃあ来週の映画なんですけどえシステムを変えます、うん、<laughs> あの我が家がブルーレイにかなり移行してまして、うん、あのブルーレイしか見れないっていうのは結構あるのでこれからのウフンに2台2本必ずお題をあげるのでツタヤに行ってくださいヤで、まあ、1枚100円で借りるかなあ,あとゲゲオゲオ。ゲオ。を <laughs> <laughs> に借りて、どっちか借りて両方あっても両方どっちか好きな方がいいから1本借りて見てくれって感じにしようと思うんだけどそうだ,、ね、そうだなだからこの「天才の孤独」シリーズ的なのになったから、うん、なんかこう一人の男が何かやる映画がいいかなと思って俺の中で三大格闘技映画って今現,現代のがあって、うん、あのロッキーみたいなのあったじゃん昔あ、うん、あいうのと一緒でなんか絶対見て男に見てほしい3本の格闘技映画だっ,って。うん あのザ・レスラーザ・ファイター、うん、ザ・ウォーリアーだっけど、はいはい、そ,その3本のうちの「レスラー」と「ファイター」は日本版が出てるので、うんうんうん、あそうかウォーリアーは確かないんだっけないんですなのでどっちかをちょっと借りて,みて、うん、えってレスラーがいわゆるミッキー・ローク主演の、うん、これね俺プロレスにも絡めたいからねちょっとまたこれはね他にも映画があってレスラーの元になってる 実際のドキュメンタリー映画があってそれとか見るとああってなったりするんだけど、うん、まあこれはおいおい話すけど、うん、こ,れこれも面白いし、うん、ファイターはファイターでこれデビッド・オラッセルって人の監督の映画なんだけど、うん、これのねあれですよあのマーク・オルバーグもすごいんだけど、うん、あのクリスチャン・ベールねあ,<ー>あのまた今回もすげえことになってます <laughs> 簡単に言うとあのハゲててあの役中の役なんだけど、うん、あそうなんだ。あの これもね、前後に多分バットマンをやってんだけど <laughs> <laughs> あのマシニストと同じ流れに、はい、えっと、今回はすごくてですね、うん、奥歯を入れ替えてます<ー>奥歯を入れ替えることによって、うん、歯並びがガチャガチャになってます<ー> <laughs> そして、はげ <laughs> てるんだけど、うんうん ファイターはね実話なんだよ実際にいた人の話だからそういうのに似せなきゃいけないってことで実際の人ね円形でハゲてるあははいはい M 字とかじゃなくて真ん中だけハゲてだから抜いてますうわ抜いてんだ抜いてるらしい切ってんじゃない抜いてるしすげえなそうクリスチャンベールがね見事に今回もファイターすごいことあってんで多分ファイターの方がねんか あれかもね結構乗りやすいっていうかレスはね痛いあ痛いんだちょっと俺見てらんないぐらい痛いとこあるからでもねレスはね90年代オルタナシとかちょっと繋がるところがあってすごい面白い本当は結構面白いんだけどぜひ好きな方ちょっとまああの借りやすい方でいいファイターはねもう本当クリシャンベルのクソ野郎とか最高なんだけどぜひそれを見てケー。でくださいじゃあまた来週ですかねはい ソーシャルネットワークの話長くなっちゃった。あ、結構いった。四十 <laughs> 分超えましたよ <laughs> あ、まじか。長い長い。そんなことでじゃ、また来週ですね、うん。はい。はい、さようなら。